どうも、ジュネです。先日2月1日、X の方にですね、20世紀初頭のある映画面白いみたいな何気ない、ポストをしたところ、これが21万を超える大バズりを起こしまして、まあ私は普段からこう昔の面白いイラストとか、こう素敵な絵画みたいなのをよくまあ投稿してはいたので、なんかこういつもの何気ないとこがね、思わず拡散しちゃったなと思ってたんですけど、投稿2日目くらいからですね、ちらほらと反撃キャラクターで、それをこうパロディする絵というのが見られ始めて、こんな感じでですね、ここ1週間ちょっとなんかすっかりインターネットミームみたいになってるみたいで、猫ミームと合体してるし、企業さんまでパロディしてるし、連日も日本からも海外からもなんか死ぬほどもう、こうパロディ映画届いて、数値欄が機能しとらん。皆さんのイラスト本当に面白いです。ありがとうございます。自分がこういう発端になるっていうのは初めての経験だったんで、まあミームってこうやって生まれるんだなとこう勉強にはなったんですけど、発端となったイラストについてのまあ解説とか言及みたいなものもまだちらほらと見え始めてですね。ただね、これがね、ちょっとと違うんですよね。で、なんかこう、発信者がこういう話をするっていうのはなんかこう、ちょっとしらけるしかなというか、キモいかなと思ったんですけど、私は昔のこういうユーモアとか、あとこのイラスト描いた人、チャールズ・ダナ・ギブソンって言うんですけど、彼の絵とかがまあすごい好きなので、やっぱりその誤った情報みたいなのを広まってるのを見るとちょっと悲しい思いがするし、またこれを機にね、こういう昔のカルチャーっていうのがめちゃくちゃおもろいやみたいなことが広く知られたら私もすごく嬉しいので、今回はですね、こちらのイラストの詳細からこのイラストの面白さまでですね、私の口からじきじきにお話ししてみたいと思います。ちょっと普段このチャンネルをご覧くださってる方から見るとですね、ちょっとまあ普段の動画内容とは違うなと感じられることもあるかもしれないんですけど、番外編としてですね、お楽しみいただければと思います。ではまずそもそもですね、こちらのイラストが一体どういう絵なのかということをお話ししていきたいと思います。こちらは1910年、今からまあ114年前ですね、にアメリカのレイクフォレスト大学が出していた大学機関誌に掲載されたイラストなんですね。レイクフォレスト大学というのはですね、イリノイ州にある1857年創立の私立の大学で、そこの情報誌というかまあ広報誌で、例えばレイクフォレスト大学出身の有名人を紹介していたり、大学のスポーツチームのメンバー紹介とか、先生っていうのが報告されていたり、過去のね大学にまつわる出来事のカレンダーが載ってたり、あとまあこういう文化欄みたいなねページがあったりして、まあこちらも権利が切れたパブリックドメインとしてですね、全ページネットで閲覧できますので、そちらのリンクについてはですね概要欄に貼っておきます。でこれのですね124ページに載っているのがこちらのイラストなんですね。ウィッチガールとタイトルされている通り、左右のどちらの女の子を選ぼうかと、まあ男性がね、迷いに迷っているというおふざけの絵、まあギガなんですけど、女性の下にですね、ミス・ルイス・ホールと、ミス・フェリー・ホールとありまして、これね、私初めこう、入る学生寮に迷う学生の比喩なのかなとちょっと勘違いしてたんですけど、ルイス・ホールというのは、レイクフォレスト大学に4つある1年生用の学生寮のうちの一つで、フェリー・ホールは大学付属の女子校らしいんですね。だからこれはレイクフォレスト大学出身のミス、まあつまり美人さんですね、か、付属高校出身の美人さんか、どっちを選ぼうかなっていう絵らしいんですね。これ誰が描いたかはですね、署名がないのでちょっとわかりません。まあ、このね、ボリューム13を発行したのが、レイクフォレスト大学と、フェリーホール高校及びレイクフォレストアカデミーの、ジュニアクラスらしいので、まあ、クオリティ的にも学生の誰かが描いたんじゃないかなとは思うんですけど、で、この下にはですね、あなたがいないと苦しいのよみたいなね、詩が載っています。で、これよく見るとですね、このタイトルの下にギブソンごめんやでっていうね文章が添えられているんですよ。これどういうことかっていうとですね、実はこのイラストというのはすでにパロディされた絵で元ネタがあるんですね。でそのイラストがこちらなんです。チャールズ・ダナ・ギブソンによって1903年に描かれた The Weaker Sex One というイラストです。この絵が描かれるまでのそれまでの価値観だとですね、まあ Weaker Sex、 つまり弱い方の性別っていうのは多分女性を指すんですけど、まあ、これちょっと後で詳しくは説明するんですけど、このギブソンって人ですね、20世紀初頭その女性の自立みたいなのが叫ばれている中で、まあその自我を持った女性というのをこう描いた割と初期のイラストレーターなんですね。なので多分このイラストの中でのその弱い性別というのは多分その男性を指していて、女の子に誘惑されて困っちゃうよみたいな、こう女性の魅力に勝てない男性の弱さみたいなものを多分自虐的に描いてるんじゃないかなと思います。ちなみにこの The Weaker Sex とタイトルされたイラスト、他にもいくつかバージョンがあってですね、こちらが多分ナンバーついてないのでオリジナルかなと思います。よく見るとね、これ男性が標本にしないでくれと命乞いをしてるんですけど、こちらが The Weaker Sex 1ですね、こちらが7ですね、こちらが10なんですけど、まあ、どれもこんな感じでですね、その女性の魅力に弱ってしまう男性というのが描かれています。でもやっぱこうやって見るとこれがもう明らか突出しておもろいですよね。
ではお次にですね、この面白い絵を描いたチャールズ・ダナ・ギブソンという人についても簡単に説明しておきたいんですが、彼は19世紀末から20世紀初頭まで大人気を博していたアメリカのイラストレーターなんですね。皆さん、オーストリアのイラストレーターであるミュシャならよくご存知だと思うんですけど、彼とほとんど同時期の人ですね。で、このチャンネルではですね、過去にこんな感じで、オーブリー・ビアズリーという、劇曲サロメンの挿絵などで知られるイラストレーターも紹介したことがあるんですが、彼ともほとんど、同世代の人ですね。で、このギブソンという人、ライフとか、当時のその雑誌を中心としてですね、ニューヨーク州の出版物に挿絵が載ってたっていうぐらい人気だったんですけど、なんでそんな人気だったのかといえばですね、彼の描く女性に特徴があったんですね。それが、こちら。大きなパフスリーブとコルセットでキュッとウエストが細くて、スラーッと足が長い。お顔もね、ちょっと儚げで切なそうな表情というのが特徴的なんですが、こういう女性像はですね、ギブソンガールと呼ばれて、当時のアメリカ社会の理想の女性としてすごいもてはやされたんですね。今このイラストだけ見てもですね、ああ、美人やな、ぐらいの感想だと思うんですけど、19世紀末頃までの女性のイラストと比較してみると、その新しさというのがわかるんです。どうでしょう、こちら。ちょっとぽっちゃりとした丸顔で、可憐な印象っていうのを抱きませんか？これに対してギブソンの描く女性ってめちゃくちゃシュッとしてますよね。で、それまでの女性、特に19世紀の欧米社会においての女性は、すごくこう、低粛さとか、謙虚さみたいなものが求められて、こういう感じの絵っていうのはやっぱなかなかないんですよね。だってこれ男性をたぶらかしてるじゃないですか。でも例えばこちらのイラストとかもですね、これちょっと喧嘩中の男女の絵なんですけど、女性の方がですね、彼まで怒っとんのかなみたいな感じで、視線を男性にやってますよね。そう、このチャールズ・ダナ・ギブソンという人、それまでの人形のように描かれてきた女性像とはちょっと外れた自立心のある自我のある女性というのを描いた初期のイラストレーターなんですね。ただ今の我々から見るとまだちょっと硬いなというところはあると思うんですね。やっぱりその女性らしい気品というかエレガンスさみたいなのを失わないというところはあって、このギブソンガールが人気だったのはせいぜい第一次世界大戦頃までなんですね。じゃあ逆にその1920年代以降ですね、女性像のイラストはどう変わったのかというとこうです。こちらもね、私が大好きな、ネル・ブリンクリーというですね、アメリカの女性イラストレーターの絵なんですけど、ショートヘアに赤いリップ、短いスカート、すごく生命力に溢れた活発なイメージになってますよね。当時その従来の価値観にとらわれない自由奔放な生き様をする、おてんばな女の子をですね、フラッパーガールと呼んだりして、こういう新しい女性像はですね、もちろん日本にも入ってきてですね、皆さんモガって聞いたことあると思います。ああいう登場にも影響を与えてるんですけど、あとベティ・プープちゃんって、キャラクターいますけども、あれも、こういう価値観の中でデザインされたショートヘアにミニスカートが可愛いキャラクターですね。ちなみにこのね、女性の髪とスカートが短くなって急にこう活動的なスタイルになった変化の裏にはですね、ココシャネルの活躍があったことは言わずもがなですね。なので、こういうね、1920年代以降の女性像と比べると、まだまだそのギブソンガールというのは19世紀的な価値観にとらわれた絵だと批判することもできるとは思うんですが、でもこう19世紀末から20世紀初頭にかけてですね、急速に社会というのが目まぐるしく変化して、女性の立ち位置というのも変わっていく中、そういう過渡期でですね、こういう女性像からこういう女性像までのその橋渡し、自立心の芽生え始めた女性像を描いた初期のイラストレーターとして評価できる人なんじゃないかなと個人的には思ってます。さて、で、イラストの話に戻るんですけど、やっぱり面白いのはなんといっても、この男性のちぎれんばかりの首ですよね。当時こんな表現があったんだみたいな声もたくさん聞いてですね。私自身もそう思ったからのポストだったんですけど、じゃあこの表現で一体どうやって生まれたのかという話をですね、最後にしてみたいと思います。ただちょっとね、これはまだ私の推測の域を出ない話なので、そういうこともあるんかなと、参考程度にね、お聞きいただければと思います。こういう、残像を描くみたいな表現っていうのは、大昔にも一応見られはするんですね。例えばこちら、フランスのですね、ショーベ洞窟の3万年前の壁画なんですけど、これ、動いてる。ぽくないですか？あとこちら皆さんご存知、レオナルド・ダ・ヴィンチのですね、ウィトル・ウィウス人体図なんですけども、あくまでね、これプロポーションの比率を描いた絵ではありますけども、残像っぽいと言えば、ぽいですよね。なので、ぽい表現というのは、その点と
としてはあったんですけど、しかしやっぱこれがですね、その面、つまりみんなが知っていて、この表現というのが一体何を表しているのかというのが理解できるような、そういう状況になるのはですね、やはり19世紀以降かなと思うんですね。19世紀にですね、フェナキストスコープや増動ループ、キネトスコープなどが誕生するんですね。フェナキストスコープというのは、こう鏡に映した円盤をこうブーンと回してですね、スリットを覗くことでアニメーションを見ることができるという、おもちゃです。増動ループはそれの円筒版みたいなものでですね、円筒を回してこうスリットを覗き込むことで動く像が見えるというようなものですね。キネトスコープは世界で初めての映画だと言われています。あのトーマス・エジソンが発明した機械でですね、フィルムがこう中でバーッと回っている箱をレンズで覗き込むと映像が見れるというもので、そのフィルムがね、まあ、こんな感じなんですけど、まあこれらだけでなく他にもまあ似たようなものはいくつか出てるんですけど、まあ要はですね、その静止画の連続が運動を錯覚させるというアニメーションの原理というのがですね、広く対象に知られるようになるのがこの19世紀なんですね。この頃には写真技術というのもすごく台頭して対象に広まっていく時代なんですけども、エジソンがキネトスコープを発明した19世紀後半にですね、エティエヌ・ジュール・マレーというフランスの人が自作のカメラによって連続写真なんかも撮っているんですね。このマレーという人はアーティストじゃなく、あの生理学のお医者さんなんですけど、こういう連続写真を撮ることで生物のそのメカニズム、体の動きみたいなものを研究しようとしたらしいんですね。まあ、こうした流れからですね、その運動や速度は残像によって表現できるという発見につながっていくんじゃないかなと思ったりするんですね。その分かりやすい例がですね、1910年フツリズモという芸術潮流が生まれるんですが、まあ、これ急速に工業化、資本主義化して社会のこう変化とか人の移動スピードみたいなのがどんどん上がっていく中でですね、まあ、そのスピードみたいなものをすごい賛美するような、芸術潮流なんですね。例えば先ほどのマレに影響された、未来派の、映像作家、写真作家であるアントン・ジュリオ・ブラガリアはですね、フォトディナミズモというブレ写真を発表するんですが、まあ、ギブソンの絵の方が先ではあるんですけども、表現がそっくりですよね。こちらはウンベルト・ボッチョニという画家による都市の勃興。馬がすごいバーンってブレてると思うんですけど、こうやって像をブレさせて描くことでスピード感を表現できるという気づきが現れていることがわかりますよね。またこちらはジャコモ・パッラという画家による、鎖に繋がれた犬のダイナミズム。まさにこうブレた足を一つにまとめて描いてしまうことでですね、こう速度を表現できるというような発見がなされていることがわかります。またこの未来派のですね、芸術理論というのを示した未来派絵画技術宣言、その中にもですね、疾走する馬の足は4本ではなく20本でありという記述があって、これらからもですね、その速度を残像で表現するというような手法が20世紀初頭にははっきりと認知されていたことがわかりますよね。なのでまあ個人的にはですね、その19世紀後半から20世紀初頭にかけて急速に社会が変化していって、その速度みたいなものに対する恐怖心とか好奇心というのが社会全体にあったこと、そして19世紀に写真や映像、アニメーションという技術が広く周知されたことがですね、未来派のような潮流を生むことになり、ギブソンがこうした表現を試してみるきっかけになったんじゃないかなと、まあ推測はしているんですね。ただ未来派のね、これらの作品って1910年以降なんですよね。こちらのイラストって1903年だったじゃないですか。ちょっと早いんですよね。まあ他にもね、同時期に描いてた人っていうのはいたかもしれないんですけど、まだその未来派のようにこう明確な潮流として速度の表現っていうのが認知される前に描いていると、なんかそれで割とこう先駆的というか、たかが簡単なペン画ではあるんですけども、結構ねすごいんじゃないかなと個人的には思ったり思わなかったりしています。ということで、ざっくりとですね、このポストをした意図と、まあ、このイラストの面白さのお話でございました。まあ、こういう昔のそのパブリックドメインっていうんですか、まあ日本だとちょっとまだまだ遅れてるかなというような気はするんですけども、特にその欧米ではですね、図書館とか博物館とかが積極的にこうインターネット上にデジタルアーカイブとして公開をしているので、私がよく使うのは大英図書館とか、あとニューヨーク公共図書館ですね、のデジタルアーカイブとかなんですけども、気になる方はね、ぜひチェックしてみてほしいと思います。まあ、今回はこういう緊急で撮ったなんかちょっと番外編みたいなねお話だったんですけども、このチャンネルは普段暗く怪しく美しくをテーマにですね、古いけども新しいダークなのに美しい、そんなカルチャーをね紹介したり体験したりしておりますので、これを機会にね知ってくださった方はぜひまた覗いていただければ幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。